はい、皆さんこんにちは、井戸のりたかです。ピアノのいろんなテクニックのお話をまあずっとしてるんですけど、ピアノというのはその音をね、もちろん出すことめちゃくちゃ大切です。で、もちろんこうピアノ弾く人にとってどういうふうに音を出したらいいのかっていうのはすごく悩みの種だし、自分にとってもそれですごく関心があるんですけど、じゃあそれだけでいいのかっていうと、音をまあこう出して、この音を切るっていうことも実はこのピアノで奏でる、ピアノで音楽を奏でる上でとても重要な要素なんじゃないかなというふうに思ってます。例えば今のように音を出して、ピアノっていうのはこの間にまあ例えばこうとかやっても別に何も変わらないんですけど、まあ、この切り方によって何かこうその音のまた印象、発音する最初とこの切れ方によって、音の印象もしくはまあ音色っていうものがこう変わってくるっていう特徴を持っている楽器だと思います。ということで今日は、音の切れ方ね、それとまあ、音の切り方、音の切り方っていうことは、利鍵、まあ、つまり手を鍵盤からどういうふうに離すかっていうことにつながるんですけど、を皆さんにこういうふうにお話ししていきたいと思います。まあなんか変なね、こう、形があるんですけど、それぞれ3つ、まず、まあ、分類したパターンをちょっと意識してみると皆さんの表現にの達成になるんじゃないかというふうに思ってます。もちろんこのね3つだけの分類じゃなくていろんな もっとこう種類あると思うんですけど、まずこの3つを覚えてみると、いいんじゃないかと思います。じゃあこれちょうどこう音がこういうふうに来るっていうふうにね思ってください。なのでこの1番目のパターン、こうまあ、タケノコみたいな形ですけど、こう音が切れるときにパタッと切れるんじゃなくて少しこうふわっとする感じで、音を切りたいというパターンですね。でまずまあ皆さんもちろん音を出します。でこの1番目のパターンは指が鍵盤から一番最後に離れましょう。指が、まあ、すごく大げさにやってますけど、腕が動いて、指が一番最後に離れるということになります。指が一番最後に離れて音が切れるというのがこの1番目ですね。少し音としては、まあ、こういう風な形をイメージするといいと思います。なかなかちょっと録音だと入りにくいかなと思うんですけど、まあ、皆さんが聞いてくださるとね、よくよく聞いてくださるととっても嬉しいです。2番目、今度は音がこうそこまで響きはないですけど、こうパッと止まる感じのが2番目です。じゃあどういう風にこのピアノのテクニックでやったらいいかというと、今度は同時に離しましょう。つまり腕と、指がほぼ同時に上がるというのがこの2番目のパターンです。3番目、まあもうお分かりかなと思いますけど、もっとこう残響がないパターン、こういうふうにね、音の響きをもっとなくする感じで、切りたいっていうことは、今度は、1番目と全く逆のことですね。一番最初に上がるというようになります。指が一番で、ちょっとまたもう一回大げさに 1,2,3 この3つの分類やってみたいと思うんですけど、まず指が一番最後に上がるパターン、同時、指が最初、どうでしょう、この録音で、皆さん聞き取れましたか？
この部屋で聞いてるとすごくその違いって明確なんですけど、録音でも聞けてるととってもいい。ね、嬉しいです。で、多くの人が実はこの指が最初に離れるパターンの人結構多いです。で、もちろんこれ表現としてこういうところがあるっていうのがいけないわけではないと思います。ですけれども、基本的に、何かこうね、美しくこう響きがある、音で、基本的にご自身の音を作るときには、できればこの、一番、指が一番最後っていうのを、少し心がけてみると、何かこう響きが残って、なおかつこう次の音に向かっていける、もしくは次の音にこうなんか方向が見えるような、奏で方をできるのでとってもいいんじゃないかと思います。じゃあ今日はこの音の切れ方、まあもしくは鍵盤から手の離し方ということですけど、3つやりました。この一つずつこんなとこにこういう風に表現として一緒に使ったらいいと思いますよっていうことを次から解説していきたいと思います。ね。なんで、この一番目ぐらいがこう自分のベーシックなテクニック。で、それと同時に、まあもちろんもっとその一を大げさにやって響きを残してとてもロマンチックに歌うっていうこともできますし、2や3を使って何かこうリズムや、とてもこう響きをね、パッと出してこう印象的な箇所を作ったりっていうことがいろいろできると思います。なので、その詳細をこれからね、こんな風な具体例、こんな風な時にこういう、切り方したらとっても表現とテクニックが一致しますよっていう話を次回からしていきたいと思います。